各種実砲の比較。右から3番目の 7.62EX39mm 弾と2番目の 5.56X45mm 弾が中間弾薬に該当する。中間弾薬は、拳銃弾と小銃弾の中間的な位置づけの実砲の総称、アサルトライフルの要件の一つとなっている。従来の小銃や機関銃が使用していた303ブリティッシュ弾や、 30から06スプリングフィールド弾 7.62X54 メートル MR ロシアン弾などのいわゆるフルサイズの弾薬は10から12グラムの弾頭を750から850メートル毎秒で射出し初活力3000から4000ジュールという強力なものであったがかえってこのために反動が大きく片付けでのフルオート射撃は極めて困難であった一方 当時すでに個人傾向可能な自動柿として短期間銃が広く用いられていたが、こちらは拳銃弾を使用するために威力が弱いという問題があった。このことから両者の中間的な性格を持つ中間弾薬が各国で模索されることとなった。ドイツ国では1934年から1935年にかけて、 グスタフ現象車が 7.75X39mm 弾を、また1938年からは、ポルテ車社が 7.92X33mm 弾を開発した。ソビエト連邦でも、1943年には 7.62X39mm 弾が開発された。またこの時期には、イギリスでも 7X43mm 弾が開発されていたものの、 1954年にはアメリカ合衆国の主張を受け入れてフルサイズの7 6 2 e x 5 1ト、mm、ル弾が北大西洋条約機構の標準弾薬として採択されたことでこの時点では実現しなかった。しかしその後アメリカ軍と銃器産業では昇降系高速弾というコンセプトが注目されるようになり1963年には5.56 X45mm 弾が正式化され、1980年には、その改良型の SS109 弾が、第2のナト o 弾として採択された。これらを含めて、中間弾薬とされる弾薬には、下記のようなものがある。また第二本帝国陸軍が採用していた38、式ジポは、フェドロフ M1916 において採用されており、中間弾薬としての性格があったともされる。 ありがとうございます。